お控えなすて。どうも、目玉テレビ、おまし翔吾です。本日はね、こちら埼玉県の、よく来させていただいているお店、草加市にあるオアシス興産に、来ておりまして、こちらね、もうとても、まずお世話になっております。西条徹先生。そして、今日ちょっと初めてお会いさせていただいたんですけど、西条先生の今お仕事に関してあのホームページとかサポートを土井さん、はい、お願いします。お題今日はよろしくお願いします。もう目玉テレビにもう貴重なゲストでございますが、ありがとうございます。あの西条先生はですね、あのカラオケの先生もされながら、あとイベントなどもいろんなこうイベントを、やられておりまして、今日はいろんなことをちょっとね、お聞きしたいなと思っておりまして、西条先生、はい、まず今こういう大変な時期じゃないですか。どうですか。僕自身はですね、カラオケ教室を草加を中心に大体、20カ所、結構ぐらいの教室をやってます、はい、でそのうちこの2年ぐらいは半分ぐらいのところが休み でこのところになってもっと厳しくなってですね、今7割ぐらいの教室が休みです。7割ぐらいもほぼ、はい、でその僕の関係のお店、なんかも隣に歌手の方とかですね、はい、僕自身あのファイトというこういうのを出してるんですけど、ね、はい、もう9年ぐらい前から出してます。あ、で2ヶ月に1回出してるんですけども、はい、これも協力していただいてるそのお店、はい、歌手の方、はい、あのカラオケ教室の先生方とかですね、はい、そういうところももう皆さんこう大変な時期で、まあ、僕も大変ですけど周りも大変だと、そういう中で、とりあえず最初その近々のあれは9月16日、夢舞台、草加の文化会館でやるんですけども、予定してるんですけど、これもどうかなという感じの中でね、こういうコロナの状態もあるから、そうだね、で土井さんにはですね、まあ、ちょっと話が変わるんですけども、うん、このファイトを題材にしてですね、これはあの、今あのお話したようにお店、とかですね、その歌手の方、カラオケ教室の方もですね、やっぱこういろんな意味でこう手をつないでね、あのみんなで盛り上げることがイベントとかそのお店、いろんな部分で大事だなと思って9年前から作ってるんですけども、そういう中にもっと広げるにはね、これからは SNS ですから、はい、これが大事だなと思ってですね、まああの目玉さん、翔さん、はいはい、まあ、翔さんとね、はい、もう5、6年ぐらい前からちょっと知り合ってるんですけども、はい、このつい最近 YouTube で あれを 見まして、はい、なかなかいいなと。ありがとうございます。でそういうのにはですね、うちの方のホームページに作っていただいているその土井さん、土井さんとも知り合っていただいてですね、はい、なんとかこう、今の時期にできることを、これから必要なことをこれやっていきたいなということの中でね、その今、はい、これ情報誌として今西条先生が作られて、もいろんな方がやっぱ見られているわけなんですけど、でもホームページに、はい、もうこうやっぱサイトの情報がもうそのまんまじゃ載ってるような状態。そうですね、まあ題材は基本的にこの情報誌の内容と、はい、あとは、そこに、参加していただいてる、はい、歌手の方、お店の方、はい、そういった方々の横のつながり、あと情報の発信という部分で、はい、ちょっとここには載せていない内容である部分も、ちょっと広めていっちゃう。一応形を、はい、情報発信というのがモットーになってるんで。なるほど。あの西条先生本当にすごくて、もう本当夢舞台は会場でいうと1000人規模の舞台ですね。会場は1200人。1200人ですね。そういう舞台をずっとやられてた方で、ちょっと待ってくださいよ。
今までそうやってこう地道に活動されたのがこれからデジタルも取り入れて鬼に金棒やないですか。すごくないですか。それを土井さんがサポート頼りになります。これはちょっと皆さん、まずはこれ見てもらわないといかんですよね。そうですね。じゃあ、僕の目玉テレビの概要欄にも西条先生のこのファイト、土井さんが作られたファイトのホームページの貼らせていただきます。まずはぜひ皆さんちょっとチェックをお願いいたします。そこにお問い合わせ先とかも書いてある。書いてあります。あ、はい、じゃあもう先生のぜひねファイトはこちら埼玉で草加市を主に、それとも全員、気持ちは、はい、埼玉県、埼玉県、あ、で近隣、はい、その東京、はい、千葉、あ、結構、ね、じゃあ関東圏ってことですね。そうです。あ、結構広い、気持ちはね。あ、はい、で、まあ自分一人じゃできないんで、はい、いろんなところに拠点を作っていきたいなと、あ、ですから、ちょっと関心と言いますかね、はい、ある方は連絡いただければ、はい、ぜひ拠点作りにお願いしたいなと。ぜひ、それは結構ね、今お店の宣伝だとか、うん、イベントの宣伝だとか、歌手個人の宣伝も OK なんですよ。そうです。で、まあまあ、何にしても今日の集まりは、はい、本間翔さんの、いや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 、もう何をしたら、どうしてどうしたら盛り上がるかなと。さっきも僕の YouTube の話でまだ登録者数が少ないんですけど、皆さんでなんかすごい真剣に考えてくださりまして、もうなんか もうありがたいです。ありがとうございます。でも、本間翔吾さんは、はい、どうしたら、はい、もっと盛り上がっていくのかなという中にね、はい、皆さんのアイディア、はい、なんかあればね、あ、ぜひ投稿していただければと。そうですね、思いますね。はいはいはい、ぜひ気軽にコメントなどもいただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、西条先生、土井さん、ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。